ゲロ駅は、岐阜県ゲロ市コーターザゲオゼにある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。駅番号は、CG16。日本三名線の一つである、ゲロ温泉の最寄り駅であり、特急、ワイドビューヒダの全列車が停車する。2016年3月現在、高山本線のキハ75型による運用は、岐阜駅から東駅までで、東駅高山駅。 井の谷駅間は、キハ25型のみの運用となる。また、青空フリーパスの高山本線の北端である。改札口ホーム端式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、焼景石駅日だ宮田駅間の各駅を管理している。JR 全線切符売り場。 自動券売機、キオスクが設置されているが、自動改札機は設置されていない。運転取扱い上、1番線は上下本線、2番線は上り1番線、3番線は下り1番線となっている。すべての番線で上下両方向の到着、出発が可能である。ただし列車交換や折り返しを行わない場合は、原則として改札前の1番線を使用する。 また、特急列車については、当駅付近で上下列車が接近する場合であっても、岐阜寄りの生姜の信号場または高山寄りの全商寺駅で列車交換を行い、通常は当駅での列車交換を行わないようにしている。なお、2019年3月改正ダイヤでは、当駅での対比列車は設定されていない。2006年5月21日に、 ゲロシ・ハギワラ町で開催された第57回全国、植樹祭記念式典に、秋人天皇、三千子皇后が臨席された。これに伴い前日の5月20日に、天皇、皇后が当駅を利用されるため、事前に、駅舎内装、ホームなどが改装された。岐阜県統計所と、ゲロシデータ州によると、近年の1日平均乗車辞任は、以下の通りである。 ゲロ温泉宿泊者のうち、鉄道利用者は2016年度から2018年度の、年度平均は16から17%程度であり、当期には約25%と多くなる傾向が見られる。ゲロ温泉の温泉街の中心地とは川を挟んだ、対岸にあり、駅に近いゲロ大橋を渡れば、徒歩での移動も容易である。また、駅周辺にも宿泊施設や飲食店が軒を、 つらねている。2004年3月1日に、松田郡萩原町、小坂町、下炉町、金山町、マゼ村の合計4町1村が合併して新たに誕生した下炉市の代表駅である。ただし、岐阜県の公的施設などは、現在も萩原町に多く置かれている。特急、飛騨の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。